今収まりましたスタートしました6番アリス・ベリって柴田雄一郎こうスタートを切りましたこのうちから4番ツッチーフェイス1番のイリス・レーン外に8番のセルケと 内から1番のイリス・レーンの方が前に出まして6番アリス・ベリテはどうでしょうか並ぶ格好になって2頭の後ろにバシンが入っています4番ツッチーフェイス8番セルケト7番プロミシングギャル9番のピクシレーション中段の一角で2馬身後ろ10番ビヨンド・ザ・リミット1コーナーカーブへと入っていくところその後12番のトゥルブレンツです 1>, 1番のイリスレーン、長島真奈美6番アリスベリテ、柴田雄一郎ここで6番のアリスベリテ、柴田雄一郎前に出ました2馬身、3馬身リードを取って1番イリスレーン、長島真奈美は引いていますその後ろ5、6馬身がいて3番手、4番ツッチーフェイスさらに3馬身差、8番セルカと4番手で前はかなりばらけています2馬身後ろ7番プロミッシングキャル5番手インコース外から並ぶ9番のピクシレーション3馬身後ろ10番ビヨンドザリミットでさらに3馬身差 12番のトゥルブレンツ 1000m は59秒台のペースで先頭は行っています後方に12番トゥルブレンツ11番アームテイルさらに5番のアンノーンレディ2番オーパンバルそして13番キヨラと3番チョッピー後方から進んでいます800を切って 短期先頭6番のアリスベリテが5馬進ぐらいのリード2番手集団は少し塊ができつつあって3コーナー回りますさあ逃げる6番アリスベリテを後,続後方集団サを詰めにかかります2番手1番のイリスレーン進路は外この内に潜り込んだ2頭4番ツッチーフェイス8番のセルケト直後9番ピクシレーション4コーナーへと向かいます飛ばす6番のアリスベリテリード5馬進ぐらい2番手は4番ツッチーフェイスその後8番セルケト9番ピクシレーション外からは2番のオーパンバル4コーナーカーーブ直線コースに向か 短期先頭、6番のアリスベリテ、柴田悠一郎リードは4馬身、これを追おうとするのは4番のツッチーフェイス、3番手、外に持ち出して9番のピクシュレーション、3番手から2番手、離れた外からは13番のキヨラなどが追い込んでくるが、先頭打ち出し添い、6番アリスベリテ、柴田悠一郎、これはセーフティーリード、6番アリスベリテ、柴田悠一郎、初勝利のゴールイン、2着争い3頭、13番キヨラが最後に伸びて、うち4番ツッチーフェイス、9番ピクシュレーション、この2頭は3着争いでしょうか。